こんにちは、ボムだよ。今日は2023も今日で終わりということで、ボムさんの年末1週間を密着してみました。ボムさんにあんなことがあったりとか、こんなことがあったりとかして Vlog っていう感じのやつが撮れたんでね、 TWICE も行ったし、年末のどこか暇なタイミングでダラダラしながら見てください。いやいや、撮る撮る、写真撮る。映えてるけどね、相当。いやー、リップ撮れてたな。さすがエンターテイナー。撮らなくていいよ、ね、やらなくていいよ、それやらなくていいって、それ無駄だって。保湿すれば治るから、ね、何してんの、ダメだって。下じゃねえだろ。雪寒い。あ、まつげに雪ついた。あやさんにマジかと思った。一人で行けんなと思って。家に行くのに会えんかも。一人。阿蘇だっけ、今から行く。阿蘇。気にしないで生きてるんだ。あ、ちょっとマジ写真だ。待って、絶対にこの靴は間違えたかも。もうしみしみ。わーい。じゃあ、あの雪だるま誰が。ハラートゥーセ。ホットミルク飲みます。うわ、めっちゃ綺麗、夕日。見えたけんさ、これさ、めちゃくちゃ、何が燃えてるこれ。トラック、トラックやん。これちゃんと通報してある。あ、ね、そうでしょ。はい、ありがとうございます。あ、うん、通報、あのトラックが燃えてる件ですかって言って。あ、じゃあやっぱみんな入ってます。ああいうのってバーンって爆発するもんなんかな、それともなんかじわじわでバーンってぶつかってバーンって。ザワザワするよね。中で検索したらツイッターめっちゃ出るじゃん。あと調べないどこ？だってそれでさ、見ちゃってたら、命が消える瞬間見ちゃってたらさ。でもなんか気になるくない？じゃあ調べよう。降りてほしい。じゃあ調べよう。じゃあ調べよう。調べて現実受け止めよう。いやでもぶつかった瞬間にボーンってなってなければ。この間それこそ目の前で事故が起きて、おばあちゃん血だらけやったけど、おばあちゃんをおんぶして運んだスーツ血だらけ。めっちゃ血ついたもん。そんな口や救命してるやん。やっぱそういう時って冷静に対応できるもん。冷静だったね。なんかスーさ、あのさ、もう一回あの人工呼吸のあれしたい。免許の時にやるやん。やれる自信ない今。目の前で倒れられない。 AED、 あなたは AED ください、あなたは救急車みたいなやつです。でも3ヶ月に1回ある研修。あ、そっか、そっか。じゃあ自信あり。ないない。ほんと普通やったらさ、もう呼吸が止まっとう人にするやん。だけどあれ、呼吸が止まってない場合でもうせないかん時がある。へえ。お疲れ様でした。遠距離とか絶対無理やろ。意外といいかもよ。マジ遠距離ナンバーワンでいいやん。寂しくて死ぬんですけど。かわいい。普通に毎日会いたい。かわいい。まだパンダリなら。そう、いや、それでも飽きさせない自信ある。いや、スーは絶対おもろい。そんな飽きさせないとか言っといてできたことないんで。
はい、ここからボムさんアフレコしたいと思います。今日は2023年の12月28日、スカートなんか履いちゃったりして、今日はなんと TWICE のライブに行きます。 TWICE のライブはね、あの福岡公演が今日あるということで、これはあのあれです、光る棒の電池ラス1で買えたよっていう、強運すぎって言ってますね。3ヶ月前ぐらいにあの TWICE がライブするっていう、 TWICE 合ってる発音 TWICE がライブするっていうことを知って、うわ行きたーってなって、ノリで一人で応募したら当たってということで来ました。あの一人でライブって来たことなくて、めちゃくちゃ不審者だったこの日、多分格好も相まってっていうか、てかまずボムさんこの帽子何個持ってる、今年あのこのかぶる系の耳があって紐が垂れてる系の帽子、今年4つぐらい買ったんじゃないかな。これいいんですよね、可愛いし、髪の毛がボサボサの時かぶればいいし。でもこれ前結んじゃうと、こう前を結んじゃうと、あのワンちゃん土壌すくい系ギャルになっちゃうんでね、あの土壌すくいをなりわいにしたギャルになっちゃうんで、前は結ばない方がいいっていうか、どうでもいいんですね、この話は。どうでもいいんですけど、誰推しですかってたまに聞かれるんですけど、TWICE。TWICE 本当に全員一周したんじゃないかっていうぐらい推し決まらなくて、マジ全員可愛いんですよね。ジョンヨンちゃんも好きだし、サナちゃんも好きだし、ももちゃんも好きだし、マジでもチェヨンちゃんも最近来てて、あと TWICE ファンがめっちゃ熱いと思いましたね。ということで終わりました。はい、終わりました。 TWICE かわいい、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  TWICE かわいい。また写真頼まれた。やっぱり一人の人って写真頼まれやすいのかな、そんな感じがします。そして携帯に一人で喋りかけているのがとても恥ずかしい今。ということで帰ります。腰が砕けるかと思った。感想を聞いてもらいに家、友達ん家に行きました。はい、ただいま、ご飯行こう。すーちゃん来た。誰？あ、見て見て、嘘笑いやん、それ愛想笑いやん。そう思った、今日スカートなんか履いちゃって、どうしたどうしたどうした。人生で初めてスカート履いた、私服で。え、マジでそのレベルよね。レベル。Station number K6. Attention passengers. Please refrain from speaking loudly.お父さんとお母さんと一緒にバイキングに来ました。お父さんとお母さんがデートしたいということで、じゃあ連れて行けと。こう、はいはい、エビピラフにしよう。ここにいよう。ああ、お父さんが動画用に綺麗に並べてくれたということです。これお父さん食べれる？お父さん食べれますね。クマみたいな人なんで。刺身の横にスイーツを置くっていうセンスなし。ステーキうまっ。同じやつ。なんか動画撮り置くとさ、箸の持ち方が本当に気になって。自分で？うん。どう？ちゃんと教えたくない？いや、ちゃんと教えてもらったけど、なんかいつの間にか。寝起きすぎ。また変な盛り方しちゃった。天ぷらにステーキにいちごケーキ。天ぷら取ってきてあげたよ。揚げたて。パピーの今からのデザート。取りすぎでしょ、このなんか。もっとすごいな、もう持ってるのがおかしいもん。どういうつもり？いいんじゃん。
いやいや、今いいシーンだった。うん、こんな感じでいつも日常を上げています。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。インスタグラムも、いや待ってください、ここで2023振り返りやってみましょう。レッツゴー。変態犯罪者、この誘拐犯が、これで今日のアンパンマンミュージアム10世ベルベルベルバーティー。私のチャンネルは自然体チャンネルで行きたいんで、なんかめちゃくちゃ部屋暗くないですかっていうか、皆様に伝えたいことがあります。チャンネル登録者数が394人になりました。微妙、ここだよ。ではやっていこう。タラワタラワ国際ジャム、日本の通貨は円なんだよ。アナザースカイって言った感じ。マジなんかで、マジで大丈夫これ、みんなついてこれてる、突然の牧場 Vlog に。はい、ということでいかがだったでしょうか。2023があと数時間で終わり、これを見るときにはね、2024になっている人もいるのでは。7日間 Vlog と言っているのに、3日間は編集で潰れている映像を流すだけというね、初めてよかったっすね、YouTube。みんながいなかったら1年も2年もやってないんですけど、はい。なんか、至らない点もあると思いますが、何これ、面接置いといて、先に言っておきます。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。